アリサです。ユナです。ネネです。今回は今回ですね、君たち今小学校何年生？6年生です。6年生。そうですね、6年生ということは皆さん小学校5年生を体験したわけですよね。いいよ。ということは、お勉強の時間です。いやだ、勉強嫌い。今回の企画はですね、小学校5年生で習う漢字。あ、オッケー、大好き。どう？で、それの算数が良かったです。出していきま、いきたいと思います。じゃあ、1学期の5問です。どっちともね、2つあったんですけど、100点だったんで。ですね。ティアラチャンネル。じゃあ、早速いきます。はい。第1問。漢字よね。久々の久。え？久々の久。あっとけばいいんだろ。え、待って、やっと頭に浮かんできましたよ。やっと頭に浮かんできましたよ。すぐかけた。これ私かびってます。ね、久々の日さ合ってないかもしれない。ね、久々の日さ合ってないかもしれない。10 9 8 7 6 0 じゃあ一斉に出しますよ。一斉に、久々の久。はい、ドーン。全員正解。まあまあまあ、これはね、簡単じゃないですかね。最初ここ試してしまったけど。じゃあ第2問。永遠の A。 あー、これは簡単です。永遠の A。 わかるよ、これは簡単よ。あ、いっちゃダメよ。これはわかる。いや、あれじゃないよね。本当にでも間違っとうかもしれん。適当に書いていいですか？そんな感じできたよ。違う、10暗いっていうか、9 8 7 6 5 4 絶対違う。3絶対違う。はい、じゃあいきます。永遠の A。 はい、どうぞ。それ永遠の A じゃないと。それ、お姉ちゃんの絶対違うと思っとったもん。じゃあ正解はユナとネレです。シャーイ。ユナの中に入ってる、名前に入ってるから。あのね、さっきね、氷って書いとったと。これはね、君たちにとっても大事なことです。志の志。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 はい、終了。あと10秒ちょうだい。はい、3秒。3 2 1。じゃあ、志まで行きまーす。はい、ドン。あーなんすか、ネネのそれ。アリサ、あのね、全部合わせました。アリサね、これ、あのね、これかと思ったと。違うやろ。え、ネネ、これしか思わんかった。正解は、ユナさん。ねえ、正解。財産の財。なんだ、綺麗に書こう。わかる。財産の財って何？見ない。あ、わかった。ずれちゃった。みんなが好きなお金。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。 はい、終了。財産の財まで。あ、それね。はい、よーい。空白。正解はアリサ。でもユナがまだ勝ってるから。いや、わからんよ。じゃあ次はちょっと難しいですね。難しい。燃えるの
も。あー、簡単そうだった。オッケー。どうぞ。あ、待って、簡単とか言ったら忘れた。あ、思い出した思い出した。あ、違う、役になってしまった。間違った。10。あー、やばいやばい。8。適当や。6。5。4。3。2。1。はい、そこまで。絶対あったらこれ自信ある。じゃあ燃えるまで、はい、フリップをどうぞ。はい。あんたちっちゃ。ね、声間違ってる。絶対あるじゃん。あ、こっちは1本しかない。じゃあ、あります。あります。あります。ありませんよ、ね、返しただけです。あります。ちょっとね、審査員が来る。あのね、時間がね、そうね、1本足りない。あります。1本足りない。足りない。ということで、ねえねえ、ゆな、正解。イエーイ。これでみんな並んだ。並んでない。3、2、4。今のスコアをおさらいします。はい、ねえねえ、3。アリサ2。ゆな4。おー、僅差ですね。最終問題は、なんと、はい、難しい。5ポイント。え、でも、でも、ちょっと難しいかな、感じ。最後の問題です。またない。いや、難しいですね。いきまーす。暴走の方。暴走の方。暴走。はい、暴走。暴れる方。暴れる方。ゆな早いね。10。なんか違う。9。なんか違う。8。7。6。覚えていたぞ。5。4。あ、ね、3。2。1。そこまでー。最終問題。暴走の棒まで。フリップをどうぞ。ねね、枠になった。枠にした。幕にした。鎌倉幕。あ、ちょっと違う。これは、あ、間違ってない。間違ってない。歯がない。歯っていうやつがない。これが、これがない。これが、ほう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 、これがない。ということは、優勝者はゆな、ゆなさんで。漢字を書きました。解決をしました。解決をしました。5年生から1から言うな。